エドウィン・シュナイドマンと2008年にシュナイドマン賞を受賞したモーリッツィオ・ポンピリ・エドウィン・エス。シュナイドマンはアメリカ合衆国の臨床心理学者で自殺研究者、そして姿勢学である。1958年にノーマン・ファーベローとロバート・リットマンと共に彼はロサンゼルス自殺予防センターを設立した。そこでは彼は自殺の研究都市を防ぐための危機センターと 治療法の開発に尽力した。1968年、シュナイドマンはアメリカ自殺学会を設立し、自殺研究のための中心となるような研究し、自殺と生命を脅かす行動をスタートさせた。1970年に、彼はカリフォルニア大学で私生学の教授に就任し、数十年間教鞭を取った。 彼は自殺とその予防に関する20冊の本を執筆、刊行している。シュナイドマンは1918年ペンシルベニア州のヨークでロシア系ユダヤ人の子として生まれた。父親は商人でデパートも持っていた。子供時代は地元にある公立の小中学校に通った。彼はカリフォルニア大学ロサンゼルス校に進み、学部大学院とそこで学び、 1940年に心理学の修士号を取得した。彼の学業は第二次世界大戦で中断され、彼は陸軍に入隊した。その後、彼は学校に戻り、南カリフォルニア大学で臨床心理学の学位を取得した。インターンとして彼は統合失調症を研究した。場所はカリフォルニア州のブレントウッド大液軍人病院である。彼は、 統合失調の原因を環境的なものと考えていた。彼は無心論者だった。彼の亡くなった日、バネッサが、彼は、洗礼を受けていなかったのよ、と言った。彼が無心論者だったということは、十分、あり得ることであるが、洗礼を受けていなかったとは思わない。彼は食事用の折りたたみ机の上に、ギリシア語の窃盗語の EU を書き殴っていた。その時、 ふと思いついたことがあった。その後に続くのはドリアだったのでは、賛美される、讃えられる、素晴らしいという意味。何かのおかげでも、誰かのおかげでもなく、イエスや、ヤーベやムハメット、ビシュヌ、ブッダ、誰かに感謝する必要もなく、人生は、ただ素晴らしかった、と言いたかったのでは。彼は、人生はただそのまま、 単なる幸せなものでも、祈り次第でもないことを知っていたから、天国もなければ、地獄もない。幸せは、今ここにあり、人生の幸せについて、人は誰かに感謝する必要なんかないのだ。宗教にも、自分を導いてくれた、何かに、神話伝承にも。Waiting for ですアロ a l o n e and Unafraid, Thomas Carwan, Los Angeles Times. 28フェブラリー2009、1940年代後半、シュナイドマンは、ブレントウッドの退役軍人病院で働いている間に自殺の問題と謎に興味を持つようになった。ある症例を理解するのに没頭し、彼は自殺記録と動機について多くの研究を行った。彼は、そのような研究で使用する多くの用語の使い方に規則を定めた。 彼の研究者の同僚、ノーマン・ファーベローが彼、特に彼のタナトロジーや、検視精神的痛み、そしての自殺未遂のケースについて、新しい用語を生み出してきた能力について、書いているように、彼は、私が、今までに知った中で最も頭が良くて、鋭敏で、最も知的才能のある人の一人です。医療に対する考え方の変化にのため、国家プロジェクトは終了し、 自殺予防センターの資金は減少するに至った。ロサンゼルス自殺予防センターは、ディディハーシュコミュニティメンタルヘルスセンターのプログラムと統合させられることになった。最近では、自殺に関係するうつ病や、双極性障害に苦しむ人々の治療は、主に生物学的モデルと抗精神薬の予約に依存している。1970年に、彼は、 カリフォルニア州立大学医学部の最初の施生学の教授の就任し、1988年まで教弁を取った。後名誉教授。彼は生涯を通して執筆を続け、他の心理学者を指導し続けました。シュナイドマンはジャンヌと結婚。彼らは4人の息子も、デビッド・ウィリアム、ジョナサン・アーロン、ポール・サミュエル、ロバート・ジェームズを得ている。 彼は2009年5月15日にカリフォルニア州ロサンゼルスで91歳で亡くなった。ありがとうございます。